って私たちの発売記念ライブに来てくださって本当にありがとうございます。ちょっと天気が心配だったんですけど、で日頃の行いがいいせいか晴れてしまって、はい、ありがとうございます。今日はあの私たち OneBelieveFLC というグループのフューチャースイートとあるんですけど、私たちスイートって言って先ほど歌ってたフューチャーって言うんですけど、この前5月13日に私たち2グループとも同時にミニアルバムをリリースすることができました。ありがとうございます。はい、そして今日はあの新生堂さんのご協力のもと、そこの物販コーナーで販売させていただいているので、皆さんよかったらあのここだけの特典も盛りだくさんなのでぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは次の曲いきたいと思います。皆さんも一緒に盛り上がってください。Yeah.
ありがとうございます。5月13日、私たちのミニアルバムが発売することができました。ぜひ皆さん、手に取って聴いてほしいと思います。そして今日、ミニアルバムを買われた方には、特典がついています。枚数で特典が異なっているので、ぜひ皆さん、物販のところへ遊びに来てください。そして最初の MC でも言いましたが、私たちのラジオ番組が毎週金曜日の夜8時から8時半の30分間あります。ですね、鹿児島県のだけの放送なんですけど、どこでも FM というアプリを取ってくだされば全国聞けるので、ぜひ皆さんアプリを取って私たちのラジオを聞いてくださったら嬉しいなと思っております。ちなみにですね、私メインパーソナリティをしていて、もう一人ですね、ワンビリーブ FNC のプロデューサーの新先生がと二人でメインパーソナリティとして番組を盛り上げていきます。そしてメンバーもゲスト出演を随時しています。もう次が最後かな、一応最後なので、もうずっと聞いてる人はもう次この人だなっていうのが多分分かってると思いますが、ぜひ皆さん聞いてくださったら嬉しいと思います。スイート大丈夫ですか？じゃあ最後の曲の前にダンスパフォーマンスから続けて2曲お送りしたいと思います。
ろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。ワンビリーブ FNC フューチャースイートのミニアルバム同時リリース先行発売ライブでした。この後お時間許す限りなので、皆さんから見て右側、新生堂さんが今 CD を持ってくれています。こちらの方で先行発売をいたします。今日はたくさんの、特典がいっぱいついてますので、皆さんよかったらこちらの方に、今歌った歌は全て入っておりますので、皆さんよかったらメンバーとひとときの時間を過ごしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど CD をご購入された方、1枚で握手プラス。